引退する溝脇選手を使ってみた。一番バッターは西の溝脇。一番バッターというのはどのような。インサイド落ちました。には気をつけたいですね。ランナースタート。これが2球目。チャンスは続きます。今度はしっかり。なおもチャンスで満塁の局面。このまま。さあ2球目は何か。岡林ドラゴンズ、この回4、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、まず何を投げてくるか。ティル落合よう見とって。先ほどの打席でヒットを放っています。溝脇選手の今後の高津役を願っています。